ちょうどこれです、ね、長さが全然違います、はい、小さい。でこれでこう小刻みな技をやるのがすごくいいです。今気がつきました。このボートには人間だけではなくワンちゃんも乗っていたんですね。あのワンちゃんの体重も借りながら先ほどは体重移動をしていたようですが、さあいよいよ、時間もいっぱいいっぱいになってまいりましたけども、ここからはあなんとコントローラーはですね、全日本水上スキーの日本代表の三輪監督が仕切っているわけですけども、そして今スタンバイが OK となったようです。これが水上スキーの取り組みウェイクボードに使うんですか？半分くらいです。ウェイクボードは水面を使って上に大きく動くけども、はい、この後おそらく少しやると思いますけども、足を高い方の足をかけて、足で滑る、足で滑る、結構そう浅くさあ、そしてここから旋回をしてスピードが上がってきます。戻ってくるときにきっと技を見せてくれることでしょう。あと最後、さあ、今ちょっと行ってきます。一つ一つの技にこう少し時間がかかるので、これぐらいこう間を渡してもらった方がよく見えます。今戻ってまいりました、そしてですね、ファーストトリックに押しかけ始めてきております。ここからスピード乗ってますよね。今これで普通のブレックスの技で、はい、片足を上げて今片足をロープ引っ掛けてきます。これもブレックスの技の一つですね。ホーホールド、これも持ってないと今入ってます。うわ、頑張るバランスでしょう。これもすごい難しいですよ。これ多分後ろ向いた、あーっと、おーっすごい、あれ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 はバランスだけじゃいかないですよね。転んだ時に本人はロープを離せないので、違和感